かわいい家族なんですけどね。宅建士相原と申します。この動画は不動産や小田原の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説するコーナーです。今回はペットかペット不可の問題に関して解説します。この内容はですね、私が以前書いていましたブログ、小田原マンションスクエアのブログの方にも書いてありました。一部その内容が重複しております。お許しをいただければと思います。賃貸の物件をですね、借りるという部分に関していろんな条件というところが出てくると思うんですが、その中でですね、大きい役割、大きいウェイト占めるといった方がいいかもしれませんね。ペットという問題があります。小型犬、中型犬、大型犬、内犬、外犬、または猫、またそれ以外ということでですね、その動物はもういわゆる家族ですから、その家族と一緒に過ごしたいという形で、新しい賃貸物件をお探しになられる方というのは実際いらっしゃいますね。まずですね、マンションという形で見ていった場合、そして特に売買、中古マンションと見た場合ですね、このペット問題というのはですね、非常に大きい問題になることが多いです。どこの管理組合もですね、ペットのことで揉めていて、毎回その論議になるというのも結構耳にしたりもします。一般的に言うとですね、中古マンション、新築のマンションなんかもしてもそうですけど、ペットを飼えるマンションと、ペットが飼えないマンションがあるということをまず皆さんご理解いただきたいんですね。いや、そんなの当たり前だよと。いや、それだと賃貸だったらペット飼えるところに住めればいいじゃないかって、賃貸なんかの分に関してはある程度フットワークよくいけると思うんですけど、問題なのはですね、この売買のマンションの場合ですね、そんなに簡単に移れないわけですね。実際小田原市内でもですね、半々まではいかないですけど、やっぱり古いマンションを基軸にしてペット不可というマンションというのは実際多ございます。理由は鳴き声で隣の家に迷惑かけちゃったりとかですね、建物内損傷する、当然そういう問題があるんですね。なのでマンション全体としてペットは飼育できません。飼育できるものは小鳥か金魚みたいなものぐらいしか制限があるという形が非常に多いですね。そうするとですね、じゃあそういうところにペットを飼わないかというとですね、飼ってしまう方が実際いらっしゃるんですね。うちの子は泣かないいい子だからとかね、うちは小型犬だからとか、家族がいる時は吠えないから、いない時吠えてたとしてもわからないからそういうことを言うだと思うんですけど、そういう敬意を持って飼ってしまう方って結構いらっしゃるんですね。当然ルールはルールですから、そのペット飼ってる方、じゃあもうペットは早く、他のところに住ましたり何か対応してくださいって言ってもですね、この子は私の家族なんで、そういうわけにはいかないなんて泣いてそういう方に拒否するという方も結構いらっしゃるんですね。そうすると、ペット不可のマンション、我が家もですね、看板兼領太、いつも響きで大変申し訳なくかけるものですね。相方で可愛い方に、私犬に関しては、動物に関してはある程度寛容な部分はあるんですけど、ペットがダメ、アレルギーとか、鳴き声とか、そして今までの経験とか持ってペットというもの自体とは一生住みたくないという方が、あえてお金を出して中古のペット不可マンションをお買い求めになったという方も実は多いんですね、正直言うと。ずーっと世の中のペット飼ってる人って、世の中の自分のペットが世の中全員に受け入れられると思ってますけど、とんでもない話で、そういうわけではないわけです。もちろんペットが、要するに気持ち的にだけではともかく、身体的にもアレルギーが出てダメだっていう人もいるわけですね。その人がしっかり住もうという形の考え方を持ってペット不可のマンションを買われた場合、そうして意気揚々と生活したら、目の前からペットが歩いてきたら大変なことになるわけですよね。やっぱりそういう形で揉めたりということもある。ペットを引き剥がそうとするとワンワン鳴かれて大声で叫ばれたりなんてこともあったりする。あとはその催促というペットを飼うためのルールというものがもちろんあるんですけど、大抵の場合は大型犬っていうのは無理ですよね。昔ですね、マンションの住人がほとんどお金を払わないっていうボイコットされたことがあって、あるお金を集金する方々ね、簡単に言うと反社の方々がですね、何したかってマンションの、廊下のところにですね、ドーベルパン3匹ぐらいを放してですね、金払わなかったらこのドーベルパンもう絶対戻さないだろうって金払わしたって逸話聞いたことが昔ありますけど、そのぐらいああいうところに大型犬をカップするようなことなんかあっちゃいけないわけですよね。だから当然小型犬、中型犬ということ、またエレベーターの中ではですね、下に下ろしてしまうとね、粗相してしまいますんで、抱えられるということ自体を中心にして最速作られたりします。で、私実際それ見たことあるんですけど、もう大型犬のレトリバーという犬をですね、この子は抱えられるんだっつってですね、よたよたしながら抱えた方がいらっしゃいました。ね、だからこのマンションで買えるんだって言い張った人もいらっしゃいました。ほんとこんな漫画コントみたいなことがですね、事実として行われてるわけですよね。実際もやっぱり僕は当然最速目指してペット可のマンションもあるわけですし、山奥ばそれがダメな場合であればペット、ね、大型犬中型犬も可という形で貸し屋だったり賃貸の物件もありますんで、まあそういう部分でチョイスするという考え方は当然あると思うんですね。犬のために家を買いましたという方も実際いる世の中なので、ペット不可のところでは当然ルール最速守って、自分だけではなくて共同生活なんでね、そういう部分に関してはちゃんと守ってほしいという部分があります。だけどそれではとどまらない問題というのがあります。私はね、うちのマンションはペット不可だから飼ってませんよ。まあアパートの場合このケース多いかな。うちのアパートは飼ってませんよ。なんて言いながらですね、玄関先にですね、まあどう見ても猫の水飲み器があって、どう見ても、ペディグリジャム、ペディグリジャムは犬の方か、まあ要するに猫の餌がこうポッと置いてあって。要は野良の毛のたまり場みたいになっちゃったところがあるんですね、玄関口が。私は飼ってません。たまたま野良猫がなぜかわからないけど我が家の近くにこういっぱい来てるんですよねみたいな、ね、そんなこと言いながら来てる猫に対して名前で呼んだりするわけなんですね。これもまたですね、なかなか一緒に住んでる住民さんの方からいろいろ夜うるさいとかいろいろこういう苦情が来るんです。飼ってないからって話もあるわけですね。なので今最近賃貸の部分に関してはですね、そういう形、要するに外でそういう形で野良猫を集めたいってこともダメですよ。あとは一時的に動物を預かっているという言い訳する方がいます。私は飼ってはいないんだけど、親戚の猫をちょっと預かってるの、親戚の犬をちょっと預かってるのなんて言って、そういう形でずっと飼育を続けているというケースもあると聞きます。だからそういうもの自体も特約条項とか、あとは賃貸の契約書の、まあ、後ろの方にそういう形はダメですよ、やっちゃった場合に関しては何ヶ月間退去とか違約金いくらとかっていう形でしっかりそのルールまで明言して書かれているルールなんかもあります。でもう一つ違う切り口を言っていくとですね、今ものすごくペットというものが多様化してまいりましたね。みんな違ってみんないい金子みすゞの世界ですね。そうすると飼うものは犬猫という形で限定されなくなってきましたね。まあ、モモンガとか、あとはカワウソだったりとかウサギだったりとか。この辺あたりが、ヘビなんかもそうですね、爬虫類系多いですね、フクロウもそうですね。この辺あたりが果たしてそのペット飼育の枠に入るか入らないか問題っていうのがあるんですね。入居するときにちゃんと聞いてくれる人はいいんですね。で、まずそもそもですね、賃貸物件の部分に関して特に言えばですね、なぜ犬猫ダメだにしてるかという部分、特に小田原はまだ賃貸に関してはハードルが高いと言われてるんで、猫可という物件は非常に少ないと言われています。犬に関してもなかなか寛容になれないというのは小田原の賃貸事情の一つあるところなんですけど、なぜやらないかというのでは簡単な理由があります。傷むんですね、畳とかも。私も手品師時代にですね、ネタに使うからということでハツカネズミを15匹ぐらい飼ったことがあるんですね。そしてハツカネズミがある日と脱走しましてね、ゲージからね。そう、何するかと、ハツカネズミってね、やっぱね、下をガリガリかきたいんですね、ハツカネズミって生き物たちはね。で、夜中ネスターですね、ガリ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 落としてるなと思ったら何してるか、逃亡した15匹のハツカネズミがですね、畳一生懸命削ってました。こうやって爪を削りたいんですね、あいつらキッ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 。畳ボロッボロになってましたけどね、まあ、そういうことがあるんですね。当然壁とかクロス傷めちゃったり傷つけたりドアなんか傷めたりっていう形、まあ、猫犬なんかも2匹飼っちゃうと喧嘩するから余計痛まるなんて話もあるわけですね。当然ワン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 ニャンニャンね、鳴き声があって隣の人たちに迷惑がかかるからということももちろんあるんですけど、あと犬が OK で猫がダメだってよく僕なんかも聞く理由の時にですね、犬は呼んだら戻ってきてくれるからいいんですよと、猫はもし外に出ちゃった場合も呼んでも戻ってこないからダメなんですなんていう言い方をするぐらいです。まあ、そういうぐらいでやっぱり犬猫にしたってもそういう差がある。まあ、小型犬中型犬大型犬という部分の大型犬で犬のサイズ感に関してもいろいろ問題がある。だからそういう部分に関して問題はいろいろ多様化してるわけですね。当然今なかなか賃貸アパート、昭和地区なんかの部分に関しては築年がかなり古くなっているんで、建物を傷むということはまあ横に置いといて、僕は個人的にもう少し犬か猫かという部分が増えてきた方がいいんじゃないか。実際今全体的な統計見ていくと、犬よりも猫の方が、猫飼ってる人が非常に増えてきた。要するにそんなに構わなくて散歩しなくていいからって話らしいですよね。そういう形で都会なんかも増えてきた。でも実際に賃貸事情を見ていると大抵の場合先ほどのルール、呼んでも戻ってこないということ自体で猫ということよりも犬、まあ当然犬の方がね、行政中心として管理されている生き物という部分、まあ管理って言葉自体が適切かちょっと別にしたいとしても、まあそういう意味合いもあって、まあ犬の方は大丈夫という件数は実際多いことは事実なんですけどね。どんどんこういう形で、まあ結婚もしない形、また家族も子供もいらっしゃらないという形であると、動物というもの自分に愛情を注いで子供人だと思うぐらいのイメージ感にこうなってくると思うんでね、このペット化住宅売買に関しても賃貸に関しても大きい問題になるんじゃないかなとは思います。というわけで、この不動産噛み砕き会シリーズは不動産や小田原の難しいことから事象などを噛み砕いて解説します。是非チャンネル登録、いいねボタン、ここまでご覧いただいたよしみ、是非ポチッとなよろしくお願いいたします。たっけんし相原祐介でした。